専門家、ロシア軍に余裕ない証拠。ウクライナに最大規模攻撃。見える苦境。ロシア軍は2日連続でウクライナ全土に対して大規模な攻撃を行い、27日の攻撃では少なくとも6人が死亡しました。27日の攻撃は主にドローンを使用しましたが、前日は大量のミサイルを使用した激しい攻撃が行われました。キーウ近郊では水力発電所がミサイルで狙われ、東部ではホテルがミサイル攻撃を受けました。南部では農家の家屋が破壊され、北西部では集合住宅が標的にされました。これらの攻撃はウクライナ全土の少なくとも15の地域に及びました。この日、ロシアが使用した兵器は、ミサイル127発とドローン109機に上り、1日の攻撃としては過去最大規模となりました。この結果、7人が命を落とし、約50人が負傷しました。ある住民は、妻と両親が車に乗ろうとした瞬間、ミサイルが着弾し、爆発で全てが破壊されましたと語り、別の住民は、野菜を仕分けしていたら突然爆発が起き、恐怖で夫と地下室に逃げました。その後、夫が外に出て、兄弟が死亡したことを知りました。全身が真っ黒で、彼だと認識できないほどでした、と述べました。キーウ市内では5万2000人が地下鉄の駅に避難したとされ、26日の空襲は8時間以上続きました。では、なぜロシアはここまで大規模な攻撃に踏み切ったのでしょうか。専門家は、これはウクライナがロシア領内で開始した地上侵攻に対する反撃だと分析しています。防衛省防衛研究所の兵頭慎治氏は、今回の地上侵攻は第二次世界大戦後、外国軍による初めてのロシア領内への侵攻です。しかしプーチン大統領は核使用には踏み切れない状況にあります。そうした中で、ロシアが取り得る報復手段は、ウクライナ全土への大規模攻撃以外にありません。また、この報復攻撃は、ロシア国内向けに軍事的な対応をアピールする目的もあります。さらに、ウクライナ側に報復があると認識させ、クルスク州での地上侵攻の動きを抑止しようという狙いがあると述べています。ロシア南西部のクルスク州で行われているウクライナ軍の逆侵攻は、ロシア領土を標的にし続ければ大きな代償を払うことになるというメッセージである可能性が高いです。さらにウクライナは長距離タイプのドローンを使用してロシア領内への攻勢も強めています。26日にはロシア南西部のサラトフ州でドローンがタワーマンションに衝突し、女性一人が重傷を負いました。現地メディアによると、ウクライナ軍は近隣にあるロシア軍の戦略爆撃機部隊の基地を標的にしていたが、新築マンションがそこに存在する情報がなく、ドローンが誤って衝突したとみられています。また、ウクライナはロシアのベルゴロド州への地上侵攻の動きを見せており、ロシア軍の過去最大規模の攻撃が行われた後も、新たな越境攻撃の準備を進めるなど、双方の応酬が続いています。ゼレンスキー大統領の狙いは、ロシアに対する圧力を強め、侵攻を防ぐと同時に、ウクライナの国際的な支持を強化することにあると考えられます。防衛省防衛研究所の兵頭慎治氏に伺いました。兵頭氏によると、ウクライナがモスクワ近郊への攻撃を行った背景には、ロシア国民に戦争の現実を体感させ、国内での不安感を煽ると同時に、プーチン政権に対する批判を引き起こそうとする狙いがあるとしています。また、ウクライナ側には、少なくとも次のアメリカ大統領が決まるまでは、
ロシアへの越境攻撃を続け、その過程で和平交渉の際に有利に働くカードを保持しておきたいという思惑が見え隠れしています。ゼレンスキー大統領は民間人に被害が及ぶ可能性が高まることで、国際的な批判を受けるリスクがあることを十分に承知の上で、この攻撃を敢行していると考えられます。一方、ロシア側はこれまでにない規模の攻撃を行いましたが、この攻撃が示すのはロシアの戦力が回復していることを意味するのでしょうか。兵頭氏はむしろその逆であると指摘します。今回の大規模攻撃は、実はロシアが厳しい状況に直面していることを浮き彫りにしたといいます。本来であればロシアはクルスク州に精鋭部隊を投入し、ウクライナ軍をその地域から排除したいところですが、現在のロシア軍はそれを実行する余裕がないため、ミサイルやドローンを用いてウクライナ全土に攻撃を仕掛けざるを得ない状況にあると述べています。さらに兵頭氏は今回の攻撃のタイミングにも注目しています。クルスク州が攻撃された直後に報復攻撃を行いたかったものの、実際には3週間が経過してからの攻撃となりました。これはミサイルの製造や備蓄などに準備時間が必要だったためではないかと分析しています。つまりロシアには頻繁に大規模な攻撃を行うだけの体力がすでに残っていないのではないかと指摘しています。今後ロシアが余裕のない状況の中でウクライナの越境攻撃に対してどのような対策を講じるのかが注目されると言えます。プーチンを権力掌握から引きずり下ろすためにウクライナは踏ん張っている。これがウクライナだけでなくロシア一般国民のためになることだといずれ証明されるだろう。プーチンとその一味を国際裁判にかけ、侵略と多数の人命を奪った罪で断罪に処すことができるその日まで戦いは終わることはない。クルスクでロシア軍はほとんど何もできない。2週間経過してやっとウクライナ軍の前進を阻む抵抗ができているだけで、とても押し返すほどではない。ウクライナ東部に集中させている比較的強力な部隊を引き返させないのは、そうすれば東部地域で途端に前進がなくなるからで、いかにロシア軍部隊に余裕がないかを証明している。さらにロシア軍がなんと65歳以下の志願兵を募集し始めた。中隊規模を指揮する指揮官がいないので、部隊の移動だけでも困難です。ロシア空軍の空爆は誘導爆弾がほとんどで、ミサイルの100分の1の費用でしかない。今回、20から30発のミサイルを使用したため、2000億円の費用がかかり、今のロシア財政には毎月は無理な攻撃であり、ミサイル自体もそんなには残っていない。逆にウクライナは、高速大型ドローンの開発量産に成功して、国産中距離ミサイルも開発したようです。さらにロシアの施設を攻撃していけばよい。ロシア内の空軍基地、軍事資産を狙う長距離ミサイル無人機、ウクライナが新兵器、パラニチア公開。ウクライナがドローンとミサイルを結合させた形態の新型兵器パラニツァを初めて実戦配備したと発表した。ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は今月24日現地時間の独立記念日の行事でこの新型兵器の開発を発表した。キーウポストなどが25日に報じた。ゼレンスキー大統領は今日パラニツァミサイルドローンを初めて成功裏に実戦で使用したとし、侵略者に対応するための新たな兵器で敵に打撃を加えたと明かした。パラニツァがどこに配備されたのかなど詳細は公開しなかった。24日にウクライナ軍はロシアのボロネジ州オストロゴシュスクに位置する弾薬庫に対する攻撃を敢行した。ただし、ウクライナの兵器生産の責任者であるオレクサンドル・カミシン戦略産業大臣は、パラニツァはまだロシア内部で使用されていないと述べた。
上新大臣はこれはドローンかつミサイルの能力を兼ね備えており、今後さらに多くのミサイルドローンが出てくるだろうとし、ウクライナの防衛技術進化の次なる段階であって、我々は敵にその効果を示すことができる瞬間を待ち焦がれていると語った。パレニツィアは、ドローンとミサイルの機能を結合させた新たな種類の兵器で、ドローン機能と精密打撃機能を統合した。まだ具体的な性能や所見などは分かっていないが、中央の本体に翼があり、尾部に4つの操縦面がついた典型的な巡航ミサイルの形状を有していることは分かっている。このミサイルは地上プラットフォームから発射され、ターボジェットエンジンで飛行し、一般のドローンに比べて遠方の目標を攻撃できる。正確な射程は分かっていないが、およそ20カ所のロシア空軍基地が打撃半径内にあるという。このドローンミサイルは、ロシアの空軍基地や他の戦略アセット、軍事資産を標的にするよう設計された。西側諸国から支援を受けたミサイルの場合、ロシア領内にある軍事目標物への攻撃に使うことはできないので、ウクライナはロシアの空軍基地を攻撃できる新型兵器の開発に没頭してきた。名前はウクライナの伝統的なパンに由来するが、この名はロシア人には発音が難しく、ウクライナのアイデンティティと抵抗を象徴する意味へと発展したという。ゼレンスキー大統領はまた、ソーシャルメディアの X、旧ツイッターを通して、2年6ヶ月の戦争中、ロシアは様々な類型のミサイルおよそ1万発と滑空爆弾3万3000発をウクライナに発射したとし、パラニツィアは敵の攻撃潜在力を破壊するため国内で設計されたと明かした。